かり自由ご飯あセルフで好きなだけ好きなだけ、めっちゃ盛りましたけどいいんですか、まあ、頼んでるマジですかえこれ食べておかわりしていいですか、はい全然お願いしますお願いしますすげえ皆様こんにちは、函館 YouTube です。本日も心のふるさと五稜郭本町へやってまいりました。今日のランチは行慶通りに行こうと思います。行慶通り寿司屋さんとか蕎麦屋さんとか並んでるんですけど、居酒屋さんのランチって感じのところを見つけたんで行ってきます。ありました、あそこ、あそこです。ランチは肉、魚、ボードをご覧ください。ヒルクルはランチ、肉が酢豚定食1000円、魚が塩サバ焼き定食、油そば900円、チャーハンと餃子を昼飲み始めました。いいっす。あ、まだやってますか？いいですか？すいません、時間ギリギリ。おい、全然いいですか。いいですか。すいません、僕 YouTube やってて、はい、ちょっと食べてるとこ撮ってもいいですか。全然いい。いつも夜通ってて気になってたんですよ、はい、いや、ありがとうございます。今だけランチ1000円特別価格。そうですね。じゃあ早めに来ないと値段変わっちゃうかもしれない。今まだ無産地もしかしたらこのままかもしれないしやってみないとわかんないですもんね。おすすめはどちらですかね。脂めちゃめちゃ乗ってるんです。サバの、サバが脂乗ってるんですか。じゃあサバで、あ、本当だ、書いてますね、はい、脂乗ってます。あ、すいません、ありがとうございます。ジンジャーエールください。はい、ありがとうございます。メニュー結構あるんですね。あ、そうですね。串揚げもあっておでんもあるんですね。4月、12月22日にオープンしたばっかりなので。あ、そうなんですね。まだ手探りの状態です。あ、いいものをとりあえず残していこうっていう、はい、あとお客様の要望とかにも、はい、はい。これ刺身食べたい人たらもらえるんですかね。あ、そうですね、はい。昼飲みみたいな、 ある時とない時とかちょっとあれなんですけど、ある時はもう、はい、言ってくれればです。そうですね。油そばも美味しそうですね。あ、結構太麺の、はい、うんうんうん、そうですね。飲み放題もあるんですね。はい、夜来やすい。すごい飲み放題。青い鳥からなんですか。あ、はい。あ、子供はあの個体がスナック。はいはいはい。ここが大門の方にバーもありますし、そちら通路。はい。とここが3.5年なんとか。すいません。ありがとうございます。はい、ます。うわ、サバでかすごいっすね。でっか。
サバだけじゃないですね、小鉢も。はい。あ、これナメロですか。ナメロ、寒ぶりのナメロですね。寒ぶりのナメロ、はい、サラダと切り干し大根、たらこに、はい、ザーサイと、はい、ケヤコ、はい、そしてこれで1000円ですか。はい、よす、おかわり自由。おかわり自由。ご飯、あ、セルフで、はい、好きなだけ、好きなだけ。いや、いいっすね、セルフ最高っすね。セルフいいっすね。めっちゃ盛りましたけど、いいんですか。全く盛りました。マジっすか。え、これ食べておかわりしていいですか。はい、全然お願いします。お願いします。すげえ。ほんと食べる人なら嬉しいっすね。そうですね、結構米食い多いっすからね。まだマックス3杯っすか。まだ記録者を挑戦を待って。お店にでも言われたら結構安心かもしれないですなんか、あ、いいんだみたいな。想像以上でした。サバ、サバがすごいな。はい、あ、なるほど。そうなんです。じゃあ魚が今はサバで、来週になったらまたちょっと美味しいところを。煮魚だけじゃなくて煮魚ですとかフライですとか。あ、はい、じゃあ外のボード見れば分かるって感じですね。はい、いや、サバがすごいな。使ってもいいですか。はい、おかわりもらっていいですか、ご飯。はい。いや、嬉しいな。おかわり自由って嬉しい。食べれない人は少しでいいですもんね。ね、調節できて。あ、時間すいません。え、もっともっとですね。もう4月から3時までの営業になるので。あ、そうなんですか。今はもう3時までやってるんで。すいません。まずあれだね。入れてくれたらもう全部ずっと開けてるかどうかみたいな感じ。
年でもいいかなっていう、めちゃめちゃ気に入ってくれたらじゃあここで食べてそのまま飲み始めるみたいな、最高ですねそれ。豆腐のタレってこれ何ですか、味噌ですか、酢味噌、なめろうまいっすね。美味しい。なめろうって何、叩く？叩くのは、叩いて醤油とかだったら気になっちゃうんですよね。はい。なめろうって、あ、味噌も入った。あ、はい、味噌が入ってんだ。はい、あ、確かに言われてみれば変わりますね。魚と味噌。もう落とす。そうそう。本当美味しかったです。サバ定食で良かったです。僕取るんで、はい、しょっちゅう取るんで投稿するとき、はい、顔出ししますね。あ、はい。そんな投稿したからっつって必ず混むよとかってわけじゃないですけど。ちょっと見てよって急に来られるよりは楽しみです。全然顔出しても大丈夫。全然全然全然。本当ですか。マスターの名前な、なんて呼ばれるんですか、愛称みたいな。トモ、はい、トモさんみたいな感じでテロップ出しておきます。トモさんですね。トモさん、すいません、今日は、あ、トモ、はい、トモさん今日はごちそうさまでした。ありがとうございます。サバ美味しかったです。またよろしくお願いします。ごちそうさまでした。ありがとうございます。すいません、皆様、お支払いを忘れてて今、トモさんにお支払いまだなんですが、とすいません、大変失礼しました。面白かったです。よかったです。皆様、お支払いはちゃんとしましょう。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。